違うどこかの悲しいニュース、僕はどこまでも無力で安らげる場所を見つけられたら君に3時、不器用に過ぎ去る暮らし、素直な自分でおしゃべりしたかったから、何事もないわけない日々、受けられた銃口を考慮して、それなりの準備をする間もないまま自転車を走り去る、誰にも捕まらないようにそれだって十分な秘密基地、美味しいコーヒーで朝まで騒ごうか、昨日まで笑い合えた友は遠く離れた異国の地で、君の描いた絵はがき見つめ、耳をふさぎ眠る、僕たちはとてもたくさん歩き、これからほんの少し眠るだろう、奪われて